やっぱり先輩、私のこと前から知ってますよね。先輩と私、何か関わりがあったんですよね。私は一体何なんですか？先輩と私って、どんな関係だったんですか？教えてください！本当は今日、先輩にごめんなさいって、私、しつこくてごめんなさいって、そういうつもりでした。今日で先輩と関わるのは最後にしようって。けど、今日みたいに優しくされたら、私栗山さんは僕が生きてきた中で一番大切な人だ。出会った時からずっと一緒にいてくれて、二人だったから、だから全てを乗り越えられたんだけど、それは同時にとても辛く苦しいものを背負うことでもあったから、僕は栗山さんにもうそれを背負ってほしくはない、苦しんで欲しくない。だから僕と栗山さんは一緒にいちゃいけないんだ。もう分かってるんですよ、私。これだけじゃないんです。